あやとーん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 お久しぶり、ウーフです。いやー、あそこ、マンション建っちゃいましたか <laughs>。6月なんですけど、6月は、えー、っとですね、6月は、えー 7日から6月7日6月7日から166月7日から16の間であるならば鹿児島大丈夫です6月7日から16だったら大丈夫ですまた後半ちょっと東京行く予定あるのではいもし7日から7日から16の間で良ければあずっと大丈夫です <laughs> ずっと <laughs> ちょっとねバージョンアップしまして事務所ねだいぶちょっとバージョンアップしました前来た時よりかは あのね、プロジェクターいいっすね。プロジェクターなかなかプロジェクター <laughs> いいっすよ、上で <laughs>、まあ。プライベートというかね、なかったんで。まあ、最近はプロジェクターで映画見たりとかしてて、ちょ、ちょ、快適にな,ってなりました、ちょっと。まあ、あとは、まあ、前来たよりはちょっと配置ががあ,ありますね。はい。な感じかな。まあ、けんあ、そう。あやたんの真似して、あの、懸垂のね、懸垂の <laughs>。 懸垂の買いましたけどあのー、物欲しい座おになってますね完全に <laughs> そういや沖縄ねあそこマンションねまた沖縄も行きたいですね夏夏どうなんだろうまあ、ちょっと予定まだあれですけど、はいまあ、僕もあの行きたいなとは思ってましたけどそうあの森くんがねあの綾んの 一緒に行ったじゃないですか。まあ聞いたか、言ったかな森くんが沖縄移住したんですよ。あの、まあ、一緒にね、まあ、一回紹介して行ったと思うんですけど、今沖縄住んでるらしいんですよ。なんて、それもあるし、あの、沖縄ちょっと行こうかなっていうのはちょっとあの思ってたんですけど、はい、よろしくお願いします。はい。まあ6月はそんな感じです。7日から。 7日から16ですね。の間なら大丈夫です。いやー、最近梅雨で、沖縄梅雨ですかね。全然晴れ、まあ今日ちょっと晴れ,晴れて洗濯した、できたんですけど、雨ばっかっすね。うん。で、また僕明日から東京なんですけど、<laughs> 明日から東京です。結構ね、最近ね、ジェットスター安いんですよ。めちゃくちゃ安い。 で、またなんか999円キャンペーンが2日後に開催されるので、ちょっと使おうかなっていう <laughs>。999円 <laughs>。990円だったかな。なんかメール入ってたんですけど。はい、まあ、沖縄緊急事態ですか何の緊急事態なんですかね <laughs>。まあ正直まあ、あのー、まあ、あやちゃんとかね、僕とか、まあ正直あんま申し訳ないけどあんま関係ないですよね <laughs>。 メイン中なんで <laughs>。まあ外に出られるお仕事の方はあれですけど。正直にまあすいませんけど関係ねえっていう <laughs> あんまり。まあ特にね、鹿児島なんかいたら3密ありえないですからね <laughs>。うん。まあということで、はい。またお返事お待ちしております。